皆さん、こんばんは。キリストへの道講演会へお越しくださり感謝します。講演会9日目のテーマは、人生と活動となっています。講演会が始まる前に一つお知らせがあります。私と神様講演会の動画を見て、何か質問や感想などございましたら、いつでもコメント欄へご記入ください。皆様のご参加を感謝いたします。それではお祈りを持って始めたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、こんばんは。今日このような形で語る機会を与えてくださり感謝いたします。どうか始めから終わりまで神様がお守りください。愛するイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。改めまして、皆様こんばんは。私は宮脇佳穂と申します。現在日本で作業療法士として働いています。多くの方々の出会いと祈りに支えられ、日々過ごしています。どうぞよろしくお願いいたします。さて、はじめに皆様に一つの質問をしたいと思います。皆さんは今までの人生を振り返ったときに、人生を支えてくれた一言、背中を押してくれた言葉と出会ったことはありますか？私も今までたくさんの言葉や励ましをいただいてきましたが、今日ははじめにその中の一つをご紹介したいと思います。それはこのような言葉です。空っぽの器の中に命を注ぐこと、それが生きるということです。ご存知の方もおられるかと思いますが、この言葉は、聖路加国際病院の名誉院長である医師の日野原茂明さんの言葉です。寿命、自分の人生という器の中に、生きた一瞬一瞬を詰め込んでいく。そんな意味が込められた言葉でありますが、非常に心にしみる言葉です。命を注ぐというのは、その命を使うことになります。日本語では、この2つの文字を合わせると、使命という言葉になります。何のために生きるのか、自分の人生は何のためにあるのか、私の命の使い道や、人生の使命は何だろう？もしかしたら、このような問いかけをしたことがある方、あるいは現に問いかけておられる方がいらっしゃるかもしれません。私もその中の一人でした。今日は、そんな私が自分の使命を見つけるまで、また見つけてからどのように導かれてきたのか、少しお話しさせていただければ幸いです。私は約30年前にフレンドリーな父とお茶目な母のもとに誕生しました。誕生しましたとさらりと話しましたが、実際は私自身が母のお腹の中にいるときに一度命の危険に瀕しています。両親や医療スタッフの皆様の懸命な対応によって一命を取り留めたといった方が正しいかもしれません。父はキリスト教の背景はありませんでしたけれども、母と出会い導かれ、牧師として働くようになりました。牧師というと、なんだかとっつきにくい印象や別世界と感じる方もおられるかもしれませんが、我が家は冒頭に申し上げたように、やたらとフレンドリーな父のもとに育ったため、今思えば少し不思議な幼少期を過ごしました。例えば、父はコンビニや近所の公園でたむろしていた青年を家に呼び、一緒にお好み焼きや焼きそばを食べて過ごしていました。また、時々我が家にホームレスの方が訪ねてくることがありました。いつも両親は彼らに温かい手作りのお弁当を手渡ししてもてなしていました。はじめ私はその方々の見た目を見て、なんか怖いな。なんで
お父さんとお母さんは普通に接することができるんだろうと思っていました。しかし、親と一緒にその方々と関わる中で、お一人お一人様々な事情や背景があることを知りました。また、同時に分け隔てなく接する大切さを学んでいきました。当時、小さかった私は、教会に通ってはいたものの、聖書のことや神学的な難しいことは分かりませんでした。また、安息日は土曜日だったのですが、その日に授業を休む関係で、何人かからいじめられるという経験もしました。しかし、そんな私の支えになっていたのは、困っている人を助ける両親の姿と、どんな時でも一緒に祈り励ましてくれる家族の存在でした。そして、幼いながらも自分もこんな風に生きたいなと思ったのでした。月日が過ぎ、中学校に行った時、人生のどん底で神様と出会い、バプテスマを受けました。また、16歳の時に人生が180度変わる出来事に出会いました。命と向き合う重さと大変さ、またその大切さを実感した私は、自分が出会った方々が生きていてよかったと、そう思っていただける働きをしたいと思うようになりました。その使命を胸に、日々学んでいったとき、気がつくと医療の現場に携わるようになりました。決して平坦な道ではなく、時に命と向き合うことの重みに押しつぶされそうになることも少なくありません。しかし同時に言葉にできない大きな喜びを感じることもあります。そんな私のことを遠く離れてはいましたけれども、私の家族はいつも祈り支えてくれていました。しかし、そんな我が家にある日事件が起きました。いつものように私は仕事を終えて帰り道にスマートフォンを開くと、ある一通の連絡が来ていました。それは私の母があまりにも体が痛くて歩けなくなったので、病院に行ったという連絡でした。そして検査をしたら、体のとある場所に塊ができており、出血もしているということだったのです。時はちょうど、日本で感染が驚くべき速さで広がっている時期でした。また、緊急事態宣言下でもあり、医療も逼迫している最中でした。医師からは、入院ができないということと、万が一大量に出血してしまった場合は、救急車で来てくださいということで家に帰されたということでした。我が家はみんな全国に転々としており、すぐに会いに行ける状況ではありませんでした。また時期が時期なので、帰省しても会える保証はありませんでした。加えて、ちょうどその時は私が担当している方々の人生にとってとても大事な時期でした。もがき、苦しみながら生きているその方々を置いていくわけにはいきませんでした。家族の命も関わっている方々の人生もどちらも大切でした。どちらも見捨てたくはありませんでした。私にはとても選べない。でもどうしたらよいのだろう。とても悩みました。自分のうちに答えがなかった私は、外ではありましたけれども、神様に祈ることにしました。神様、どうかあなたが最善を教えてください。そう祈って私は母に電話をかけることにしました。電話に出てくれた母の声はいつもと同じ優しい声でした。一通り状況を聞いた後、私は母にこう聞きました。お母さん、私やっぱり行こうかと聞いたのです。しかし、母はこう答えたのです。もちろん会えたらお母さんとしては嬉しいよ。だけど、あなたが来るのを待っている患者さんがいるでしょ？
あなたは行きなさい。お母さんは大丈夫だから。その言葉を聞いたとき、私の心の中から熱い思いが込み上げてくるのを感じました。母はいつも私の使命を知っていて、たとえ自分が辛い状況の中にあったとしても、背中を押してくれる人なんだということを悟りました。私は、わかった。じゃあまた生きて会おうね。無理しないで辛い時は救急車を呼ぶんだよと言って電話を切りました。腹をくくった私は、翌日いつも以上に祈りながら、しかしいつもと変わらない様子で担当の方々の前に立ちました。ひとたびその方の前に立つということは、目の前の命と人生に向き合う覚悟を持って立っています。そしてその日、生きることに絶望していたある方が、前を向いて生きていくその希望が灯るその瞬間に立ち会うことができたのでした。背中を押してくれた母の言葉に従ってよかったと、そう思いながらも、やはり心の中では母のことを気にしていました。その日、母からの連絡は来ませんでした。私はただ祈ることしかできませんでした。しかしその翌日、驚くべき連絡があったのです。なんと、その塊が跡も形もなく消え去っていたと母から連絡が来たのでした。びっくりして詳細を尋ねると、医師も何かがあった痕跡はありますので念のため検査をします。でも、一体どういうことだろうという様子だったとのことでした。その連絡を聞いたとき、私は心から感謝が湧き上がったとともに、私の思いをはるかに超えて神様が働いてくださったということを知ったのです。クライアントの方を見捨てる道でもなく、母親の命を諦める道でもない第三の道を神様は用意してくれていたのでした。苦しみの中にいたそのクライアントの方々の心と体を支えてくださった神様は、先が見えない中で過ごしていた母をも支えてくださっていました。聖書にはこのような言葉があります。ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う。あなたは生きなさいと命を与えてくださった神様は、あなたを背負い、救い出してくださるお方です。そして、それだけではなく、あなたは生きなさいと励まし、背中を押して、あなたを使わしてくださるお方でもあります。人生の意味を、命の意味を、人生の使命を与えてくださるのです。どうか、皆様が人生において、この神様と出会うことができますように、願っています。それでは終わりのお祈りをさせていただきます。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日この時間を初めから終わりまでお守りくださりありがとうございます。小さきこの私に命を与えてくださり、神様との出会いを分かち合う機会を与えてくださったことを感謝します。今あなたは一人一人に命を与え、また使命を与えてくださっています。
たとえ傷つき、ボロボロになっても、その傷を包み、また立ち上がらせてくださることを信じ感謝します。どうかあなたが差し伸べてくださるその手を掴む勇気をお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ご感想などを、チャット欄、コメント欄に記入していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。また、引き続き、この YouTube チャンネルにて、日本時間午前8時、午後9時と続きますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。またお会いできるのを楽しみにしています。